こんにちは、竹下敦です。8月6日はね、広島に、原爆が落とされた日です。広島原爆記念日とも呼ばれます。だんだんとね、記憶から薄れていってしまっているのかもしれないですが、私はね、8月6日生まれですので、そのことをたくさん学びました。よくあの学校にね、裸足のゲンとか、そういう漫画がありましたが、日本という国は、唯一核爆弾をね、落とされた国です。それでも今ね、こうして、敗戦国でありながらアメリカ人とも仲良くし、そしてね、世界の国々と仲良くしています。それもね、亡くなっていった方たちの優しさだったのかな。戦争せざるを得なかったんだと思います。短いですが、黙祷を捧げたいと思います。それではよろしければね、皆さんもご一緒に。戦争はね、必ず起きてしまうもんなんですが、少しでも減ればいいですよね。そんな世界になるよう、私は強く願っております。それでは竹下敦でした。